どうも皆さん、おはこんばんにちは、おっとじゃです。ピグミン3デラックス続きをやっていきたいと思います。ポチ。回収した果実をドレイク号で分析したところ、コッパイ星人の食料になることが判明した。この惑星には他にもこういったものがあるかもしれない。はぐれていたブリトニーさんとも合流できたし、確かな希望が見えてきた。というのが前回のあらすじです。探索3日目。昨日はこの星で記念すべき最初の食料源を回収しましたね。え、ちょっと味見してみたけど、あの果汁は美味しかったわね。そうですね、コッパイ星では味わったことのない味でした。他にももっとないかしら、どんどん探しましょう。そうですね、あと肝心な、そう、ワープドライブキーね、あれがないと帰れないもの。キャプテンがまだ、あ、そうそう、ついでにキャプテンのことも探しましょう。ついで、意外とだよこの人、意外とブリトニー。あそこから走ってる電波、あれは一体何かしら。きっとキャプテンですよ、早く助けに行きましょう。そうね、美味しい果実を独り占めしてな、考え方な。着陸します。3つあるらしいね、果実は。再会の花園、キャプテンの電波。なんか左下出てたな。到着。てんてん。早速まずじゃあ引き出しましょうか。あーでもなんか100体になるらしいね。あでも47、47ぐらいで46か。ほい、いらっしゃい、待ちなさい。変えて突撃。出てきたー、回収。あーなんかマックスで出してるけど、そうか。あ、ロックオン？電波がどこで出てるって？向こう側か。じゃあこっちやな。行け！みんな突撃！あー違うか。はい。おーすごい！壊れるの早いぜ。なんだ？あー僕だけじゃ登れそうにないな。まずこっちを、あ、はい、そうか、飛ばして、はいはいはい、あーあーあー、まず一人飛ばして、あー飛ばねえな。向こう側に行きたいね。
どうしよう、もう一人いないといけなくない？キャプテンの電波どこ行った？あよね、ちょっとこの人数はそもそもいけなさそうな気がするから一回戻ります。で、水の中ピクミン行けないから、こっちだな、切り替えて行けー。ナイス。で、回収。あー、一回持って帰りな。取りなさーい。チャチャチャーといけばバレンが、おら突撃ー、高田高田。オッケー。なんだ、向こう岸に橋の材料になりそうなものが見えるけど、ブリトリーさんが協力してくれたらなんとかなりそうだ。配列にブリトリーさんいないときはブリトリーさんにカーソルを合わせて B で呼べば合流してくれる。あ、向こう側に飛ばすのか。ロックオン、連続投げ、あ、押し続ければいいのね。ブリトリーさん行ってらっしゃい。で、はい、ただこっちにピクミンがいないと、あー、でピクミンさらに運べばって話ね。岩ピクミンが行った方がいいな。おお、こんだけいれば大丈夫だろう。運んでらっしゃーい。オーケー、今度はこっち。これも運んでー。はい、完成、橋が完成した。オッケーオッケーオッケー。さあ、もう地上には100体いるから、ブリトニーと合流して、まだそうだね、いつ吸ってない子吸って、全員花が咲いた。破壊せよ。あの先か、電波の発信がこの先かだね。この先だ、行け。間違えた。おほ、完全に合戦なんだな。ほうほう、完了、いきまーす。85体いれば大丈夫だろう。またデータが落ちてるね。あれ？こんなところにもメモが。この惑星にやってきて何日経っただろう。おこたて星の家族は元気にしているだろうか。今度こそ息子にお土産を渡せるよう、お宝をこっそりポケットに隠しておこう。キャプテンオリマー、ワンの主人公ですね。ワン、ツーの主人公なのかな。ハクトゥーティ、ハクトゥーティ、あのコッパイ星近くの、ああ、星が違うんだこの人たちね。確か野菜ばかり食べてるお宝好きの人たち。そう、野菜が好きなんですよ、オリマーたちは。
そんなところまでお宝探しかな。このオリマーって人、家族思いなんだな。オリマーに会えんのかな。何かが掘った穴みたいだ。大丈夫？鍾乳洞？やな予感がするぜ。いや、行ったわ。シンクロしたわ、今俺。いれー、なんだこれ、キモい。カブトムシみたい。カブトムシ？カブトムシじゃなくて、なんて言うんだっけ、あれ。おー、嫌だなー。何、どうなってんの。来るぞ。避けた。中身は柔らかい。中身柔らかい。オッケー。岩だな。岩ピクミンだ。はいはい。はい、岩ピクミン。やばい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 。オッケー。いけー。みんな行け。あー、集合、ロックオン。違う。はいはいはい、おいでおいでおいで。一体逃げるよ。キャー、そのまま食べるつもりでしょ。ちょっとダメージ取ってるね。みんな集合。鎧は水晶でできている。あ、そうなんだ。ここだ。全員集合。逃げるぞ。ここだ。行けー。すごいじゃん。どんだけこう、よくこんな生物がいる中、君たちは生きてられるわ。ほほ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 。集合。どこ行ったんだ。何？上から来るぞ、気をつけろ。来た。あらー、あともう少しかな。来るぞ。やったぞー。どうに PHS 出てない。 PHS 電波を発信してたらこれだったのか。それじゃあキャプテンは一体どこに。とりあえずドレイク号へ持ち帰って分析してみよう。何かに使えるかもしれない。あ、人間が住んでたのかな。ストーリーでよろひもむかで。あー、よいしょよいしょ。運びます。ここはそんなもんかな。そんなもんだね。スタゴラサッサー。すごい動きしてたんだ。おお。運べや運べ。ボスは倒したけど、あ、ごめんね。今一生懸命運んでくれてるから。結果キャプテン全く合流できてないよね。運んじゃってください。
お、運んできてる。すごいでかいね。ピクミンたちほんと力持ちだよね。このでかいの箱入る？これ、よいしょよいしょ、すっげーよいしょよいしょ、はい、収集。ああ、おや、ドレイク号から着信だ。回収した物体を分析します。分析完了。これはかつてこの惑星で使われていた通信端末です。すげえな、もう見ないよね、なかなかこの形で、かつディスプレイこれだけのやつね。うん、未知のパーツで構成されていて、今も電波を発信しています。あ、そうなんだ。電波ないし、バッテリーも少ねえぞこれ。このパーツをドレイク号の通信系統に組み込めば電波強度が上がるかもしれない。今夜徹夜で作業してみよう。そうだね、アンテナついてるし。入る、それ。おお、入った。オッケー、ボスは倒しました。キャプテン探さなきゃな。はい、あ、まだあれだ、運んでるけどね、あのドラゴンフルーツみたいなやつ。今回はここまで、次回もお楽しみに。ほんじゃ、またの。